続いて筑後地方の夏の風物詩、筑後川花火大会。去年花火玉の落下事故があったことから、今年は例年より規模を縮小し、8月27日に開催されることになりました。新型コロナの影響で3年ぶりとなった去年、花火玉が久留米高専の弓道場に落下し爆発する事故がありました。こうしたことから今年は開催日を例年の8月5日から27日とし、打ち上げ時間を例年の90分から70分に短縮。数も1万5000発と3000発少なくなります。加えて大きな赤玉の打ち上げや仕掛け花火は控えることとなりました。実行委員会は、多くの方が楽しみにしている大会なので、打ち上げる場所の整地など十分な安全対策を取り、事故のないように開催したいとしています。